こんにちは、美味しいものが食べたい吉です。今日はね、サバの水煮缶を使ったスパゲティ、これを作っていこうと思います。和風のパスタにしましょうね。ほんなら、いこめか。早茹でのスパゲティです。あとはこちらサバ、水煮缶ですね。刻みネギ、それから鰹節、それから刻み海苔、あとは卵、黄身だけをねちょっとトッピングしようと思っています。味のベースになるのはねこちらクバラのあごだしつゆ、それとね、これ食感なんかで面白いだろうなと思って、天かすですね、これもちょっと使っていこうかなと思っています。はい、ではねまずは麺を茹でていきます。たっぷりの、ね、沸騰したお湯の中に入れて茹でていきます。はい、ちょっとこれ早めにタイマーかけてあります。1分20秒でタイマーかけました。はい、今茹で上がりましたので一旦ちょっと火を止めて、ザルに上げてね、軽く水を切ったらもう一度フライパンに戻します。で、このよいしょサバの、おつゆですね、これを入れまして、もう一度火にかけます。そして、こちらのあごだしつゆですね、これ小さじ2杯入れます。これをちょっとね煮詰める感じで、あまり強火ですとね、表面焦げてしまうといけませんのでね、少し弱めの火で、ちょっと煮詰めていきます。はい、オリーブオイルをね、これ大さじ2半分入れておきます。はい、ね、ほとんどこう水気がない状態になっています。こうなったらもう完成ですんでね。はい、では盛り付けに行きます。はい、茹で上がった麺ですね。ここにまずね、メインのサバを入れていきましょう。はい、卵の黄身ですね。はい、ネギを散らします。天かすですね。はい、最後は刻みのりを散らします。はい、サバの、和風パスタ完成です。はい、じゃあね早速食べますね。これまずは黄身をちょっと潰しまして、うわー、とろとろ。もうね、サバの香りが、スープを少し入れて、麺に吸わせてあるもんですかね、サバの香りがすごいんですよ、これ。はい、いただきます。あ、これめっちゃこんめや、これ。結構ね、シャレで入れてみた天かすがめちゃめちゃ効いてますね、これ。
すごい美味しい。ちょっとねピリッとさせた方が美味しいかもしれないですね。一味唐辛子、味変用にと思ったんですけど、これ最初から入れた方がいいかもしれないですね。どういうのこれ、めっちゃ混み合ってかわ。唐辛子めちゃめちゃ合いますよこれ。美味しいもの食べてる時って本当に幸せですよね。サバの水煮にマヨネーズがすごく合うんで、これも合うんじゃないかな。ちょっと味変その2でね、マヨネーズちょっと入れてみますね。これ絶対ありですよ。これもうあのマヨラーにはたまらないですよこれね。美味しかった。今日の、スパゲッティに関してはもう本当にね、あの簡単にできます、包丁も使いません、なるべくね簡単にできるようにということでね、考えたレシピですのでね。で、あの途中、この麺が2分茹でだったのに対して1分、20秒で茹でました。残り40秒を、このサバ缶のスープでね、煮るような形を取ったわけです、うん、僕 の、 あのパスタのレシピ結構こういうの多いんですね。麺自体に味を、含ませたいもんですから、よくスープで煮込んだりするんですけども、このトータルの茹で時間が、その標準茹で時間になればアルデンテをちゃんと保つことができるんですね。例えば、もっと一般的なのでしたら、例えば7分茹での、スパゲッティがあったとし、で5分間普通に、ちょっと塩を入れたね、お湯で茹でて、あとの2分間はスープで煮るとか、そのようにしていけばね、スパゲッティアルデンテのままとっても美味しく食べられるようになるわけです。さあ、ちょっとしたコツなんですけどね、時間って意外と正確に測った方がこれは美味しく作れると思いますよ。はい、ちょっとでもねこれいいなと思っていただけたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。